いやー、何か新しいスニーカーが欲しいなー。とは言ってもスニーカー、めちゃくちゃ候補がたくさんありすぎて、どれを選んでいいかわからない。できれば年を重ねて、これから池オジに見せたいんだけども、池オジに見せるためには、どんなスニーカーを履けばいいのか、このあたりをバシッと教えてくれる人はいないのかなと思っている皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、池オジを目指すお隣に似合うスニーカー、5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、スニーカーって選択肢、 がものすすごくたくたさんんあるわけなんですね。その中から大人世代に似合うものを選ぶというのはなかなか難しいかなと思いますあまりにゴテゴテしたものも難しいですしカジュアルすぎるものもちょっとこう若作りに見えるかなと心配している方もいらっしゃるかなと思うんですね、まあ、最近はスニーカーというですねジャンルの中でも綺麗めなものもあればすごくカジュアルなものもあるので、まあ、その中で特にですねイケオジを目指している皆さんに似合うようなスニーカーをですね今回は厳選して5つご紹介をしてみたいなと思っています、まあ、僕自身も 40代の男性とししてて様々なスニーカーカを買ってきましたが今回ご紹介する5点に関しましては、まあ、世代的にもすごく使いやすいかなと思いますしその他の世代でもベーシック志向の方にはバチッとはまるような鉄板の大人向けのスニーカーかなと思いますのでよかったら今後の買い物の際のですね一つの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的ですね、イケオジを目指す際に持っておきたいスニーカーをですね、皆さんにご紹介しておきたいなと思ってるんですが、まず一つ目のジャンルは、基本中の基本ですね、レザー系のスニーカーですね。まあ、僕の持ってるものをですね、テーブルの上に置いてみたわけなんですが、まずはですね、こちら、皆さんもですね、結構ご存知かなと思います。僕の動画の中にもよく出てくる、アウルのデバイス1ですね。これがですね、レザー系のスニーカーの中では、まあ、最もミニマルなデザインで、大人にも似合いやすいような一足なので、こちらをご紹介します。 したいいなと思います。まあ、レザー系のスニーカーというとですねやっぱりこちらにもあるようなスタンスミスがですね結構有名かなと思うんですね土定番でいうとこっちの方がより多くの方に知れ渡っているような一足かなと思うんですがスポーツブランドのロゴとかそういったものがない方がよりですね大人の男性には似合いやすいかなと思うんですねそういったところをちゃんと押さえているのがこちらのですねデバイスワンというシリーズになってましてアッパーは上品なレザーを使っていてシルエットもすごく綺麗です丸すぎず尖りすぎないというところで中用で使いやすいんですね なスタイルにも合いますし、僕が今しているようなシャツのスタイルにも合うので一足買うと便利なのがこういったですねデバイスワンというシリーズかなと思いますソールもちょっと厚みがあって身長も漏れるので僕みたいなですね身長が低い男性にも嬉しいポイントがたくさん入っているのでこれは名作中の名作かなと思います特に僕はですねアッパーがブラックレザーでソールがホワイトこれがですね非常に気に入っているモデルなんですねオールブラックもいいんですけどもソールが白いことでほんのりカジュアル感も漂うので僕はこのバランスがすごく大人には似合いやすいなと思っています もちろんデバイス版でホワイトを買うのもいいかなと思うんですが、まあ、ホワイト系の中では僕はやっぱりこのコンバースのオールスタークップですねこれを信頼してるんですねこちらもスタン・スミス同様にですねシンプルなレザー系のスニーカーになっているわけなんですがスタン・スミスと比べてもよりですねスポーティーな要素というのは削ぎ落とされていまして一応ですねオールスターとターンの部分に書いてあるんですがこれもですね正直ボトムスが上に乗っかっちゃうと見えないんですよねなので本当にシンプルな白レザースニーカーとして非常に使い勝手がいいかなと思います、まあこ こういった白系のレザースニーカーだとコモンプロジェクトというブランドがあってですね6万円オーバーのですね非常に上品なレザースニーカーがあるんですが、まあ、そういった雰囲気もなんとなく感じられるようなすごく優秀なですねミニマルなデザインになっているのでこれも使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思いますあとは白系のレザースニーカーだとジャーマントレーナーという選択肢もあるんですが、まあ、こちらは割とですねデザイン的にちょっと切り替えが入っていたりだとか少しやぼったい雰囲気もあるんですねおしゃれが好きな方であればちょっとこれぐらいのですね変化球もあってもいいかなと 思うんですがまあ今回「池ケオジ」というテーマで言えばなるべくですね余計な装飾がない方がクリーンで正当な雰囲気が漂うのでこういったデバイスワンだとかあとはですねオールスタークックだとかこの辺りが非常に使いやすいかなと思うので、まあ、是非皆さんもですね基本で言うなら白系のレザースニーカーなんですがブラック系レザースニーカーも革靴ライクな雰囲気も漂ってすごく使いやすいので是非チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のですね、スニーカーはですね、僕も所有しているんですが、ニューバランスの U1500 というシリーズですね。僕はグレーを所有していますが、池オジというところで言うと、こちらのようなネイビーですね、皆さんにお勧めができればなと思っています、まあ。ニューバランスにもですね、様々なモデルがありまして、僕もですね、めちゃくちゃいろんなものを持ってるんですね、まあ。僕が持っているですね、ニューバランスのスニーカーの中で、最もですね、上品な雰囲気が漂うのが、こちらのですね、1500というシリーズです。 かなと思っていますメイドインイングランドということで英国製のですねピックスキンスウェードを使っていまして素材の質感もすごくいいですしゴテゴテとしたニューバランスっぽいデザインではあるんですがその中でも上品さを感じるようなバランスでこれは大人世代には似合いやすいスニーカーかなと思っていますただグレーというのはですねやっぱり失敗するとおじさんっぽさが漂うのでそんな中でもこちらのようなネイビーですね選んでいただくとよりイケオジにはぴったりのカラーリングになってくるかなと思いますまあネイビーといっても様々なカラーが使われていました ソールにはですね。ホワイトを使っていたりだとか。あとはグレーのパーツも使われているので、ちゃんと着こなしの中にもアクセントとして効いてくれるので、このバランスが絶妙だなと思っています。ブラック系のパンツと舞いますし、あとは夏なんかに活躍するようなホワイト系のパンツなんかにも相性がいいので、1速あるとすごく重宝するのがこういったニューバランスをスニーカーかなと思います。適度なカジュアル感がありつつ、着こなしの中にもちょっとしたアクセントになるという意味では、ニューバランスをスニーカーは欠かせないと思うんですね。その中でもより大人っぽく上品に見える。15。 N のロゴも細かくてより上品なモデルなおかつ大人っぽいですねネイビーを選べばまず間違いがなくですねきれいめな雰囲気も漂うかなと思うので是非こちらもチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目はこちらですね。オンのクラウドティートというモデルになります。オンは結構最近スニーカーの中では非常に人気の高いブランドになってまして、中でもクラウド5ですね。なかなかサイズが揃わないので非常にレアなモデルかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介したいのはこちらのですね、クラウドティートというですね、シリーズになります。まあオンのスニーカーというのは結構ですね、スポーティーなものも多いんですが、その中でも個人的にはファッションとの相性がいいのはオールブラックのですね、ミニマルな一足かなと思ってます。まあこのクラウドティートに関しては オールブラックでかなりミニマルな雰囲気になってるんですがソールにしっかりと厚みがあってオン特有のですねこの穴が開いてるデザインですねこれが一つのアクセントとなって聞いていてすごくバランスのいい一色になってるかなと思います最近オンはハイブランドをですねロエベともコラボレーションしてるんですがこのコラボレーションモデルもですねクラウドティルトをですねベースにしてるので雰囲気的にはすごく近しいところがあってオールブラックにオンのロゴがサイドに入ってるんですがロゴ自体もそんなに大きすぎずに本体と同化するようなブラックなので視聴も強くない このあたりのあバランスも最高だなと思っています。今のトレンド感をちゃんと抑えたようなボリューム感があってなおかつミニマルな雰囲気そして環境もしっかりと配慮したスニーカーというところではかなり注目度が高い一足かなと思っています見た目の良さはもちろんなんですがやっぱり履き心地の良さですねここにも徹底的にこだわっていましてアッパーとシューターンがですね一体化された、まあ、靴紐も結ぶ必要がないですねスピードシューレースというものを採用していましてこの辺りの着脱も楽ですしソール自体のクッション性も非常に高いので長時間歩いても楽 楽だとといいいうう点も含めてかかななり使い勝手ののいいモデルかなと思うので、まあ、少しスポーツミックスみたいな着こなしを作りたくてなおかつややトレンド感も取り入れたい場合はこのオンのスニーカーはめちゃくちゃおすすめかなと思うのでぜひチェックしていただければなと思っています。 続いて4点目はこちらですねスススペルガ別注キャンバススニーカーカですね。今回ご紹介する中でも最もですねプレーンな一足でキャンバスベースのですね素っ気ないデザインなんですが大人世代だからこそバチッとはまりやすいのかなと思っています、まあ、スペルガというブランド自体ですねあまり馴染みがないかなと思うんですがイタリアの老舗ブランドになってまして元々はゴムを生産するようなメーカーだったんですが1930年代からですねオリジナルのシューズを作っていましてこちらのようなキャンバス製のスニーカーが特に有名なモデルになっているんです まあデザイン自体はすごくオーソドックスで似たようなところで言うとコンバースのオールスターですねこの辺りも僕ら大人世代にはしっくりくるモデルかなと思うんですがオールスターは先端部分がゴムになっているのでちょっとカジュアルな見た目になりますがこちらのスペルガに関してはアッパー部分は全てキャンバス地になっていますのでよりミニマルでだけどもカジュアルすぎないようなバランスになっているのでなかなかですねこちらはいいかなと思っていますこちらのモデルはビームスベッチーバージョンということでアッパーがネイビーでソールがホワイトというところで爽やかで清涼感溢れるようなカラーリング なっててまして通常バージョンだとシューレースの横にですねロゴが入ったタグが付いてるんですがこれがですね結構ホワイト地で目立つんですけども別注バージョンは本体と近いカラーで割とこう馴染ませるような感じになっているのでこの辺りも含めてどこのブランドかもわからないですしキャンバススニーカーなんだけども極力無駄を省いたようなよりミニマルでクリーンな雰囲気になっているのでこれは一足あるとすごく便利なのかなと思っています。個人的にはグレー系の綺麗めののめパパンンツツだだととかかホワイトのパンツだとかそういった ですね意外とこのようなそっけないですねキャンバス製のスニーカーで大人っぽく上品に開けるものはあんまり多くないのでぜひ、まあ、皆さんにもチェックしていただきたいモデルかなと思います1万円を切る9,900円という価格帯も含めてなかなか魅力的な一足かなと思うのでぜひチェックしていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目はこちらですね。グリーンレベルのサイドゴアユーチップスニーカーですね。これはスニーカーというジャンルなのかどうかもちょっと疑わしいところなんですが、アッパー部分を見ていただくとレザーシューズですね。こちらを採用したデザインになってまして、中でもアッパーの切り替え部分がこう U 字型になっているユーチップというですね、デザインをベースとしたような一足になってまして、完全に革靴っぽい見た目になってるんですね。ただこれがスニーカーというジャンルの中で紹介している理由としては、まずはサイドゴアということで、紐を毎回締め直さなくても、 そのままガブとと開けるところとあとあはソール部分ですねここがスニーカーのソールになっているのでスニーカーカ以上革靴未満といいいう立ち位置でですすすごく使いやすい一足になってるんですね以前であれば大人世代もレザー系のシューズをですね休日の一足として持ちましょうという提案を僕もしてたんですね、まあ、例えばレザーのローファーであったりだとかそれこそこういった U チップの革靴というのは結構デニムとかスラックスとかにも合いやすかったりするので休日にも使いやすいんですけどもただ最近はですねだんだんファッション自体がカジュアル化してきている流れ のの中でこういいったレザーー系のシューズを履かないという方も確かに増えてきてるんですねそれを考えるとスニーカーを皆さんにお伝えするのが自然かなという形で今回はセレクトをしたわけなんですが、まあ、最後の一足ぐらいは革靴ライクなですね見た目のものを取り入れたいなということで今回こちらをセレクトさせていただきましたグリーンレベルはこういったですねスニーカーのソールをつけてアッパワー革靴みたいなものをですね他にもシリーズで色々とやっていまして今回の U チップに関しては割とクラシックな見た目なんですねパッチプ 見えないんですよ僕も以前はですねこれおじさんが履く靴でしょっていうイメージが強かったんですが意外とデニムに合わせたりだとかグレー系のパンツに合わせると程よい綺麗さがありつつも程よいボリューム感だとか適度なカジュアル感が味わえるので履くとその良さに気付けるんですね、まあ、代表的なところで言うとパラブーツのシャンボードだとかこの辺りが U チップの代表的なモデルかなと思うんですがただやっぱりパラブーツのシャンボードも履きやすいかというとスニーカーにはどうしても負けてしまうところがあるかなと思ってましてその辺りを アッパーは U チップのレザーシューズ。だけども、ソールはスニーカーというところで、なかなかですね、使い勝手のいい一足かなと思います。大人世代のジャケットを使ったような着こなしだとか、シャツの着こなしにもハマりますし、夏であれば、半袖のオープンカラーシャツなんかに合わせてもらっても、足元がきれいめになるだけで、だいぶですね、大人感が出るかなと思うので、一足ーとすごく重宝するかなと思っています。まあ、本側ではなくて、合皮なので、高級感がすごく漂うかというと、そうではないかなと思うんですが、価格も1万1000円ということで、かなりこなれていますし、気軽に 革靴ライクな見た目をですね、カジア樹味に落とし込むにはこのような一足あるとですねすごく便利かなと思うので、まあ、是非皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、池王子を目指すための大人のスニーカー5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、これぐらいの幅をお見せすれば、きっとですね、大人世代が池おじを目指すためのスニーカーとしては、十分なのかなと思っています。すべてを揃える必要はないかなと思うんですが、この中で3パターンぐらい揃えていただければ、結構着こなしのベースとしては、良いラインナップが作れるのかなと思っています。個人的には、レザー系のスニーカーは、もう鉄板で必ず揃えておきたいですし、あとはニューバランスのスニーカーですね。 これはですね、イケオジ々の前に僕の中ではベースとなるスニーカーなので必要です。あとはオンのスニーカーみたいなものはテック感溢れるものなので、まあオンでもいいですし、今回は紹介しませんでしたが、まあこんな感じをですね、サロモンの XT6 だとか、他のマファデスピード2だとか、このあたりでも代用できるかなと思っています。僕にとっては今回の中ではその3パターンですかね、このあたりがあれば十分ぐらいかなと思うんですが、ぜひ皆さんもですね、気に入ったものがあればピックアップして、大人っぽいスニーカー使いをですね、楽しんでいただければなと思っています。 また、今回ご紹介したもの以外でも、こういったスニーカーも大人世代には似合うかもっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えてですね、週に1本週末にライブ配信も行っています。 皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストのんでした。また次回の動画もお楽しみに。